明日通勤通学の時間帯雨の強まり注意必要な場所ありますね。そうなんですよね、はい、今度はね太平洋側の方にこの強い雨の領域が降りてくるということになりそうなんですよ、はい、で今日の今の雨の強いエリアをまずご覧ください。で現状は日本海側中心に、はい、今強まっております。太平洋側はね、ところどころで雨が降るというのが今の、まあ、特徴になるんですけども、はい、この雨の強さをもたらしている原因がこの、ね、梅雨前線となります、はい、でご覧の通り今日は日本海の方に、停滞をしているんですけども、これから、ね、南の方に降りてきます。でこれが今夜9時、少し、ね、南に下がります、はい、で明日朝9時、さらに南の方に下がります、はい、これに伴いまして強い雨の領域が太平洋側の方に移る見込みなんですね、はい、で明日の朝通勤通学時間帯あたりの降水エリアを見てみますと、はい、まあ、この西日本ですと九州北部から瀬戸内、はい、あと近畿地方、このあたりが、ね、雨の主体になっているかというふうに言われます、はい、一方東日本の太平洋側から見ますと前線の強い雲は南の海上主体に動いていく見込みでして、はい、関東ですとか、まあ、甲信地方、あとこの辺りはね、あの明日の朝にはもう峠は越えているかというふうに見られます、はい、ただ小さな雲はまだ残りますので、あの明日の朝はねまだ傘の出番とこういったところが多いかと思います、はい、とこちらこの近畿から九州北部については強く降っているところもありますので、はい、大きい傘が活躍する、まあ、そういった朝ということになりそうです。はい、そうですね。では西日本中心にですね、明日の朝通勤通学の時間帯雨強まりそうですので、まあ、替えの靴下であったりだとかハンドタオルが活躍しそうですね。はい、では明日の雨について解説していただきました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。Thank you.